はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線水郡線の水戸駅に来ております。水郡線ホームはすごい混雑になっておりまして、今水戸駅終着の列車が入線してきたんですが、この電車にはご乗車になれませんという放送が流れました。今の時刻17時21分なので、てっきりこの到着した電車が折り返し24分の日立大宮駅になるのかと思いきや、車庫に入る回送電車という放送が流れてしまいました。
17時37分頃を発生予定しています。ご利用のお客様もお越しになりますので、すわっても17時37分まで伝えられる分もお越しになります。しかし、ご利用に差し替えいたしますと、社長の意味でございます。なお、本日に限りまして、17時37分発の北地第5日は、2番線から発車いたします。お間違いのないでお越しください。次に発車いたします水南線は2番線から遅れております17時37分発日立第5駅です。17時50分ごろ1駅ホームに入線いたします。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。到着まで今しばらくお待ちください。本日に限りまして17時37分発日立第5駅2番線から発車いたします。入線までもう少々お待ちください。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。